色違いガツグマの入手方法を1分で紹介します。用意するものは赤パプリカ、黄パプリカ、ピーマン、生ハム、豆腐2つ、スパイス2つです。捕獲に不安がある人はキノガッサレベル100に峰打ちキノコの方針を覚えさせて連れていきましょう。場所は北2番エリアというところに、空を飛ぶをした後ポケモンセンターの後ろに見えるスターダンのアジトの手前まで来ます。ここまで来たらお任せレポートをオフにして手動でレポートを書いてピクニックを開きます。さっきお伝えしたレシピでサンドイッチを作ると輝きパワー、2つのパワー、遭遇パワーがついたサンドイッチが作れます。サンドイッチを食べたらゲートの横にある岩に登って目の前のヒメグマたちの色を確認し、色違いがいなければアジト側に移動後また戻ってくると答えが変わっているので色違いの有無を確認、これを繰り返します。色違いを発見したらレポートを書いて色違いと遭遇します。遭遇後は仮に捕獲に失敗しても再起動すれば再度戦えるので好きなおしゃぼで気軽に挑戦できます。捕獲後は SV 内でレベル30にしてリングマに進化させた後レジアルに輸送、その後満月の日にビートブロックを使うと進化します。